衣装に台本。よし、忘れ物はないな。今日も多くの観客が俺たちのショーを待っているに違いない。気合を入れていかねばな。そういえば今日は懐かしい夢を見たな。お兄ちゃん、あの人すっごくかっこいいね。キラキラしてる。サキが笑ってる。こんなに笑ってるのいつぶりだろう。うん、サキだけじゃない。父さんも母さんもあの主役の人が歌って踊るたびにどんどん笑顔になって、眩しくてかっこいい。こんなに楽しいのに終わっちゃうの寂しいな。毎日ショーが見られたらいいのに。サキ、そうだ、それなら。あれが俺がスターを目指すきっかけになった日。あの日以来、よくサキには即興劇を披露したり、ミュージカルショーを真似して見せたりしたな。ん？考えてみると、サキにちゃんとしたステージでのショーを披露したのは昨日が初めてか。サキもイチカたちも笑ってくれていたな。ふん、あの日見たスターの姿にまた一歩近づけた気がするな。ま、俺が目指すのは世界一のスターだけどな。ふん、うん、うん。ねえねえ、お兄ちゃん。どうしたの？ニヤニヤしちゃって。おお、サキか。スターへの階段をまた一歩登ったことを実感していたところだ。そっか。それでバイトに行く準備はできた？ん？ああ、できているが、どうかしたのか？私もバンドの練習に出かけるから、途中まで一緒に行こうよ。昨日もショーをやったのに、今日もショーあるなんて大変だね。なに、ワンダーランズショータイムを結成したばかりの頃は訳あって1日に5公演もしていたからな。それを思えばなんてことはないぞ。さっきの方こそ昨日は丸1日歩き回ってただろう。無理はしていないか？大丈夫、たくさん遊んだおかげでむしろすっごく元気。それに遊んだ分しっかり練習するってしほちゃんとも約束したしね。そうか、無理をしていないならいいが、ちゃんと気をつけるんだぞ。はーい。そういえばお兄ちゃんってさ、いつも私のこと考えてくれてるよね。お兄ちゃん覚えてる？小さい頃に見たミュージカルショー。ああ、もちろんだ。あの時私毎日ショーが見たいとか、でも体弱くて外に寝られないとか話してて、お兄ちゃんが自分で作ったショーだって言っていろいろ見せてくれるようになったよね。それがどうかしたのか？最近そのことを思い出して私思ったんだけど、スターになるって言い出したのもあの頃だし、もしかして全部私のため？ああ、そうだな。どうしたら病気がちなお前が笑顔になってくれるのか、そればかり考えていたからな。その答えをくれたのがあのミュージカルショーだった。まあ、ミクやカイト、それにあのウサギのぬいぐるみに思い出させてもらったんだがな。だが、それは伝説の始まりに過ぎない。ん？今の俺はより多くの人たちを笑顔にできる世界一のスターを目指しているからな。サキや父さんや母さん、見ている人たちみんなを笑顔にしたあのスターは本当にかっこよかった。だから俺はあのスターのように見ている人たちみんなを笑顔にしたいと思ってる。無論
サキもその中の一人に入っているから安心しろ。お兄ちゃん、見ていろサキ、俺は、いや俺たちはこれ以上ないくらいすごいショーをやってみせる。フェニックスワンダーランドどころか世界中、いや宇宙すらも笑顔でいっぱいにしてやるぞ。世界はともかく宇宙って、もうスケール大きくなりすぎ。でもお兄ちゃんたちならできちゃうかもね。ああ、俺たちワンダーランズショータイムに不可能はない。はあ、あはははははは。